母さんが殺されて、お父さんがね、命の危機にさらされてるのは安倍晋三のせいです。湯川さんが殺されたのは安倍晋三のせいです。私はそう考えています。皆さん、もちろん、ごめんなさい。生命の危機にさらされているのも安倍のせいです。問題だらけの秘密保護法を廃止しよう 1.26 国会前行動を始めたいと思います。皆さん昨日も辺野古のことで7000人も集まり、もう連日本当に国会前行お疲れ様です。で今日国会が今日から通常国会が始まります。今安倍政権がやはり進めている戦争実行へのこの体制というものがやっぱり今の人質事件を引き起こしているのではないかというふうに思います。私たちの中ではやっぱりこれから救助をどう守りきれるか、救助の力を生かすことができるか、そういった意味での今年の通常国会のこれからの取り組みが始まると思います。戦争する国にするためのにさせないためにもこの秘密保護法は絶対廃止にする、そういう思いで、今年一年また頑張っていきたいと思います。秘密保護法は昨年12月10日に施行されましたけれど、そして今秘密規定がどんどん進められています。私たちの知る権利を奪うこの秘密保護法を廃止するためにも皆さん多くの力を団結して一緒に廃止するまで頑張っていきたいと思います。これから国会前行動は1時まで行いますので、最後まで皆さんご協力よろしくお願いいたします。ではではその前にスプレーコールから始めたいと思います。木山さんお願いします。皆さんこんにちは、許すな憲法改悪市民連絡会の石山奈穂子です。それでは早速スプレーコールを上げていきたいと思います。スプレーコール、スプレーコール、安倍政権の暴走を止めよう。安倍政権の暴走を止めよう。戦争準備の秘密法反対。情報は市民のものだ。警察による公務員調査反対。
参加の皆さん、大変ご苦労様です。いよいよ今日から第189通常国会が始まります。補正予算、補正予算合わせて100兆円に上る予算の審議、そして連休明けには安全保障法制の議論が行われると、行いたいと安倍政権は言っているようでございます。今国会、特に予算の中身は、社会保障、年金、介護、医療、解約の一方で、防衛費については3年連続して増額、史上最高額、沖縄の辺野古、自転車通りますよ、倍増、一方で振興予算の減額など、多くの問題点があります。そして戦争を国にできる国に向かう安全保障法制、何としてでも止めていかなければならない集団的自衛権行使阻止、海外での武力行使阻止に全力を挙げていかなければならないと考えております。私はこの国会を国民生活再建軍事立国化ストップ国会にしなければならないと考えております。特定秘密保護法は当然のことながら、国民の知る権利や取材報道の自由を著しく制約する違憲立法でありますけれども、しかし国家安全保障会議の設置、そして不必須三原則の撤廃、昨年の集団的自衛権行使の閣議決定、軍事実行化を進める一連のものでもございます。昨年12月10日の施行以来、特定秘密保護の施行以来、運用基準やあるいは政府国会における組織の設置などが進められておりますけれども、そういうことを何をやっても本体の特定秘密保護法そのものに問題があるわけでありますから、廃止しかありません。これまで2回他の政党、そして議員の皆さんと廃止法案を提出してまいりましたけれども、残念ながら廃案になっています。今通常国会においても、もっと幅広く政党会派の皆さんに協力を呼びかけて議論を積み重ねて、特定秘密保護法廃止法案を提出をして成立を図りたいと考えております。これまで何回となく問題のある法律は廃止をさせてまいりました。必ずできると確信をしております。社民党も皆さん方と、そして他の政党の皆さんと協力をして、特定秘密保護法廃止に向けて全力で戦っていく決意を申し上げまして、全体のご挨拶にさせていただきます。共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。大学市民も廃止法案が出せるように署名を集めていきますので、よろしくお願いいたします。どうも吉田さん、ありがとうございました。では続きまして、許すな憲法改悪市民連絡会の高田さんから、今後藤さん の人質ということで、緊迫の状態が続いています。昨日の夜も緊急行動ということで、国会前に集まって多くの後藤さんの命を救えというふうに声を上げてきました。その高田さんから、報告をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。こんにちは。今日から国会が始まりますけれども、本当に司会本として波高しという、そういう状態の中での国会だと思います。私もずっと長い間平和運動をやってきましたけれども、そういう中で最大の非常に厳しい情勢の中で迎える国会だと緊張しております。問題がたくさんあります。昨日今ご紹介ありましたように、イスラム国に囚われている後藤さんを救えという緊急行動をやりました。すでに湯川さんは殺害されたようですけれども、後藤さんはまだ生きている。そしてこの後藤さんに対して日本政府が本当に全力を挙げて彼を救出するという行動をしなければいけないにもかかわらず、安倍さんの昨日あたりの、テレビ討論などでは、これはあろうことか集団的自衛権の行使の正当化に利用してしようとしていることを本当に許せません。何はさておいて、今後藤さんの命を救うことが私たちの、そして日本政府の
最大の責任だということで、昨日実は朝の11時に仲間と相談をして、それからツイッターとメールだけで皆さんに呼びかけて、6時から緊急行動をやろうというふうに呼びかけました。ボランティアの人やいろんな人たちが参加をしてくれて、それからわざわざ大阪からまで駆けつけてくれた女性もいました。名前言うとご承知だと思いますけれども、水戸岩尾さんというかつて救援運動を一生懸命やっていたその方のお連れ合いさんです。もう黙っていられないということで、ツイッターを見てすぐ新幹線に飛び乗って官邸前に間に合ってきてスピーチをしてくれました。あるいは後藤さんの親族にあたる男性からもアピールがありました。今やらなければいけないことは、本当に後藤さんが今要求していること、政府に要求していることに全力を挙げて応えることだと思います。後藤さんは日本の民衆に対しても今政府に圧力をかけてくれと言っています。私たちは本当にこれに応えなければならないと思います。それから一連の全ての国会行動の中で後藤さんを救えというスローガンも合わせて私たちは主張し、安倍政権に要求していく必要があると思います。必ず近いうちに後藤さんの笑顔が私たちのこの国会場の運動の中で見ることができるように、お互いに全力を挙げたいと思います。どうかよろしくお願いします。ありがとうございます。ございました。続きまして、会長さん、弁護士の会長さんがいらしてくださっています。はい。これからの決意をお願いします。はい。秘密保護法廃止実行委員会の会長でございます。今高田さんの方から緊急の訴えがありました。私も固唾を飲んでですね、ニュースと見守っていますけれども、やっぱり人の命が何より大切だ。戦争を避けなければいけない。そして、もしかすると日本は今、イスラム激派勢力とは戦闘状態に入ってしまったのかもしれませんね。しかしそれをやはり、この後藤さんを救い出す過程の中でですね、そういうテロとの戦いといったような泥沼に落ち込んでいくのを避けなければいけないというふうに思います。でそういうためにもですね、政府が何をやってるのか全然わかりませんね。今、政府が、もちろんその逐一のことを知らせることはできないかもしれないけれども、でも国民に対してですね、今何をやってるのかということをきちんと語るべきだというふうに思います。こういった本当に秘密裏に全てが進められているということもこの秘密保護法改正化なのではないかなというふうに思います。秘密保護法の成立から1年以上経って、そしてもう施行されて1ヶ月以上が経過したわけですけれども、そういう状況の中の国会の開会の日にですね、これだけ大勢の皆さんが駆けつけてくださって、秘密法廃止のこういう、プラカードを掲げてですね、こういう集会ができているということ、そのものが我々の希望であり、そして我々のこの法律の威嚇に屈しない、萎縮しないという決意の表れではないかというふうに思います。こういう戦いをしていくことそのものが、この秘密保護法が非常に日本の民主主義にとってのですね、敵役、毒薬ですね、そういうものになっていくということを避ける唯一の方法なのではないかと思います。もう私は秘密保護法廃止実行委員会の活動とともにですね、秘密保護法対策弁護団というものを組織して活動もしています。これから本当にですね、現実にこの法律によって検挙されたり、そこまでいかなくても適正評価の過程で公務員の人たちや、お医者さんとかそういった人たちが非常に人権侵害に遭うのではないかということを危惧しています。そういう一つ一つの秘密保護法の施行過程で起こってくる問題点、これを逐一ですね、情報を集めてそして発信していく、そういう活動の中でこの秘密保護法の施行状況を監視し、できればこの法律を廃止に追い込んでいくために大きな国際的な世論といったものを作っていきたいと思っています。国際的な世論を作る時の一番大きな根拠になるのは、昨年の7月人権規約委員会からこの法律は全面的に見直すべきだという素晴らしい勧告が出されました。私もジュネーブに行ってですね、委員の皆さんに強く訴えたわけですけれども、この法律の条文まで全て検討した上で出されている非常に権威のある勧告です。こういうものに従って日本政府がきちんとした対応を取らなければ、国際社会の中での日本の孤立は深まる一方だというふうに思います。
エツワナ原則などに基づいてですね、きちんとした見直しという世論は作っていける。もう一つのツールはですね、オープンガバメントパートナーシップという、ちょっと耳慣れないかもしれませんけれども、政府をより透明なものに、オープンなものに変えていくための、国際機関同士のネットワーク、こういうものができています。これに入ることによって、その加盟している各国からですね、日本はもっとオープンな国にならなければいけない、こんな秘密保護法制は良くないと、変えていくべきだと、こういう同僚国からの働きかけによって日本にブレーキをかけていく。現実にですね、イギリス政府からは日本は早くこのオープンガバメントパートナーシップに入るべきだと、そういう強い声が上がっており、昨年の5月の段階でですね、日本政府は、オープンガバメントに入ることについて真剣に検討するということを安倍さん自身が、イギリスで約束してきてるんです。そういった事実もあまり日本では報道されていませんけれども、国連の人権理事会の場やこのオープンガバメントといった場所で日本の秘密保護法制というものが非常に危険な民主主義にとっての危機をもたらしかねないような法制度、これが日本でできたんだ、それが本当の意味で日本の人権と民主主義を、破壊してしまわない前にですね、国際的なアピールを求めていく、そういう活動も、今後全力で取り組んでいきたいと思います。この秋以降にはですね、ダニエル・ヒルズバーグさんが来日される予定もあるというようなことも聞いています。そういったことでですね、この政府の秘密、こういうものを認めてはいけないという声をもっともっと強く上げていくことによって、この秘密保護法が施行されているわけですけれども、それが決定的な民主主義の破壊にならないように、我々としては全力を挙げて戦い続けたいと思います。今日は本当に、緊急な呼びかけにもかかわらず、こんなにたくさんの方が集まっていただいて心強く思います。秘密保護法廃止の日まで、共に戦いましょう。以上です。お力強い、ありがとうございました。お言葉いただきました。頑張っていきたいと思います。続きまして、新聞ローレンの秘書の荒崎さん、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。新聞ローレン委員長の荒崎です。私もまず最初にイスラム国にとらわれている後藤健二さんのことについてお話をしたいと思います。新聞ローレンとしても、祖国、解放せよという声明を、後藤さんが拘束されたというビデオメッセージが流されてから、即、この声明を出しました。伊藤さんは、私も実はですね、2003年のイラク戦争の頃に現地に、1ヶ月ほど滞在してイラク戦争の取材をしておりました。その時に現地の方々からですね、日本から来たというと、日本はなんで原爆を放置されたのか、アメリカの味方をするんだ、アメリカのと一緒になって軍隊を派遣するんだというふうに言われました。これやはり自衛隊というのは外国から見れば軍隊ですよね。そういうふうに捉えられながら、そして日本の、憲法9条があるということも彼らは結構知っていましてですね、武力を持たないと言ってて、なんで自衛隊があるか、なんで自衛隊は海外に来るんだというような形で、僕に聞いてくるんですよ。そういう状況の中で自衛隊の派遣、そして、いわゆる日本の、存在感を示すという形で進めてきた自民党政権の、その、結末がこの後藤健二さんの構想につながっているというふうに私は考えています。当時2003年の翌年に、日本人が5人拉致されましたが、この、武装勢力に拉致されましたが、この5人は、いずれも、解放されました。これはあの頃はまだ日本という国が平和のために頑張っているということをですね、理解してくれたから、現地の方々がそれを理解してくれたから解放につながっています。だけどそういう情勢とは今全く違う状況になっているということ、そこまでこの国が来てしまったということをまず危機感を持って訴えたいと思います。それから、秘密保護法が昨年の選挙の直前に、運用が始まりました。選挙でも残念ながら自公の、安定多数を崩すことができず、これから4年間おそらく安倍政権はいろいろな、表現報道の自由に対する規制を強めていくと思います。去年も朝日新聞バッシングのことがありました。そして今年も、私一番身近な話で言いますと、私、実はサザンオールスターズのファンなんですけれども、昨年、安倍首相が、横浜アリーナで、サザンのライブを観覧したと、私全く同じその場におりましてですね、彼が、
ステージで繰り広げられるエンターテインメントをいつものように見ておりました。全くその30年の間に彼の表現というのは変わらないんですけれども、それが今、四重奏章を始末に扱ったとかですね、そしてピースとハイライトというこう、歌を紅白で歌ったことについて、これが、集団的自衛権を批判してるんじゃないか、政治的な、メッセージなんじゃないかというようなことを捉えています。そういうふうに捉えられること、エンターテインメントまでがそういうふうに捉えられていくこと、この空気、空調、これに我々ものすごく価値観を持っています。エンターテインメントをそういうふうにこう、縛っていく、それでどん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 、自由がなくなっていく、この空気感ってすごく危ないと思いませんか？そういうことをね、しっかり今年もおそらく表現の自由、報道の自由に対するプレッシャーというのはどんどん強まっていくと思います。それに対抗してしっかり我々も現場から声を上げていきたい。新聞労連、ジャーナリズム大賞というのがございましてですね、これを、明日、表彰式をやるんですけれども、我々大賞は琉球新報と沖縄タイムズ、知事選から衆院選までしっかりその、地元の視点に立って地元の世論をバックにして報道してきた、この2社に対象を授与することになってます。そしてもう一つ、これはいろんな批判も受けてますけれども、朝日新聞の吉田原発調書の報道に対して特別賞を出しました。これは記事は朝日新聞社に取り消されましたけれども、それをしっかり調査報道という形で、発表して世の中に出した。出すときにちょっと料理方法、調理方法を間違ってしまったかもしれませんけれども、その調査報道を亡き者にしてしまっては、これからの我々の調査報道というのをどんどん萎縮していってしまいます。そうだ、調査報道というのは基本的には本当に1人2人少ない記者がグループを組んで、それで水面下に、入りながらですね、ニュースソースを守りながら、そういう形で成り立ってきているので、それを例えば社内で回避しなければこう報道できないとか、そういうこういろんな形で、プレッシャーは強まっています。あの吉田調書原発調書報道が本当に取り消しに値するものだったのかどうか、鉄道と同じように扱われるものだったのかどうか、確かにその朝日新聞の対応はまずかったというのがありますけれども、そこで現場の記者を見捨ててしまって我々新聞労連としては存在感じゃないと思っています。そこでしっかりメッセージを発信したいということで、表現の自由、報道の自由、そして調査報道を守るということをですね、皆さんにお願いをしたいということで直接送るメッセージを出しました。これもネット上ではですね、いろいろ批判を受けております。江川翔子さんから、この賞は事実よりも主義主張を優先するのが残念だというようなメッセージも書かれました。ただこれは確かにメッセージは込めてるんですけども、決して主義主張ではなくて調査報道に対する危機感なんです。そこを皆さんにもしご理解いただければですね、いろんなところでその我々の思いをお伝えていただければと思います。今年もいろんなご障害があると思いますけれども、我々も頑張ります。皆さんも、ここに頑張りたいと思います。よろしくお願いします。お話を聞いて、皆さん今日のチラシの後ろには、昨年の12月の6日に日比谷で市民集会を開きました時の集会宣言を載せています。私たちはこの時に我々は萎縮しない、自民党方法を廃止まで戦い続けるということで宣言しました。本当に今私たちに求められているのは萎縮しない、自粛もしない、本当にこう人権を守るためにあらゆることをやっていく、そういう気持ちではないかというふうに今お話を聞いて思いました。エンターテインメントやそのバスメディア、政府の人たち、そういう人たちが本当に自由に報道ができるように私たち市民が支えていきたいと思います。一緒に頑張っていきましょう。続きまして、福島さん、よろしいですか？はい、社会民主党の党首福島さんが駆けつけてくださっています。よろしくお願いいたします。どうも皆さんこんにちは。今日からいよいよ189通常国会が始まりました。その冒頭にこんなにたくさん来てくださって秘密保護法廃止アピール、本当に元気が出ます。一緒に頑張っていきましょう。秘密保護法、こんなものがリストになるというのがありますが、中身が分かりません。ずっと言っていますが、秘密保護法の最大の問題って何が秘密か、それは秘密ですと、こういう社会はごめんだ、そう思っています。今国会たくさんの戦争法案が、統一地方選挙4月26日に終わったら大量に出てくると言われています。戦争する国にするために主権の法律が大量に出てくることを何としても阻止していきたい、そう思っています。そ
そして今国会には盗聴報道改悪法案も出てくると言われています。私は1999年法務委員会でこの盗聴法、成立と戦ったのでとてもよく覚えています。メールなどもう元々の、プロバイダーのところで全部取ってしまうなんてとんでもありません。また当時 NTT の職員が同席をして違法にされないようにチェックする、それが法律に書き込まれています。でもその立ち会い人を削除しようとしています。でも誰も見てなかったら何が起こるかわからない。やっぱり立ち会い人がしっかりいて、それがどれだけの担保になるかは別としても第三者が見てる、そんなあり方でなければなりません。盗聴法も廃止したいと思いますが、少なくとも改悪法は今国会許さない。そのために頑張っていきたいと思っています。戦争する国に向かう中で戦争の、最も情報が捏造されるのは戦争をする時です。秘密保護法廃止へ、原発やさまざまな外交情報、国民に不都合なことは出てこない、そんなことがないように秘密保護法廃止へ向かって頑張ってまいります。廃止法はまた今国会で出すべく頑張りますので、ぜひ応援をしてください。一緒に頑張っていきましょう。あ、そうですね、なんでこう最後に CM を言っております。今日4時から6時まで2時間参議院の合同で対逆事件とヘイトスピーチというテーマでジャーナリストの安田光一さんに来ていただきます。高徳秋水さんが処刑されたのは3年前の、1月24日です。毎年この対逆事件について集会をやっています。今まさにこのいろんな主義、あのいろんな考え方の人やさまざまな人を排除し弾圧する、そのこととやっぱり戦っていくんだって思いを込めて対逆事件とヘイトスピーチで4時からやります。もう一つ戦争反対の集会もありますが、ぜひ掛け持ちで来てください。参議院の合同でやります。よろしくお願いします。福島みずほでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。一緒に頑張りましょう。続きまして日本共産党の議員さんがいらしてくださっています。衆議院議員の畑野君恵さんと藤野康文さんです。では代表して畑野さんのご挨拶お願いいたします。秘密保護法廃止へ国会行動にご参加の皆さん、こんにちは。私、衆議院議員の畑野君恵です。日本共産党は昨年末の衆議院選挙で改選8議席だから21議席に躍進をさせていただきまして、藤野康文衆議院議員はじめ福島さん頑張りましょう。ありがとうございました。皆さんの願いを提案権にする力を持たせていただきました。今朝は国会の冒頭朝9時に政党助成金廃止法案を21人の議員団で提出をしてきたことをまず最初にご報告したいと思います。参議院では今福島さんからもお話がありましたように、秘密保護法廃止法案を出して頑張ってまいりました。衆議院でも大いに頑張ってまいりたいというふうに思っております。最初に私、イスラム国のあの非道な日本人人質事件に対してこんな行為は絶対に許せないと厳しく申し上げたいと思います。そして人質の解放強く求めます。政府に対してもあらゆる手段可能性を追求するよう求めたいと思います。皆さん、今安倍政権の進める暴走、一つは予算案にその暴走ぶりが大きく示されております。3つの3枠の内容だと私たち考えております。一つは社会保障の自然増に対する削減、介護報酬の引き下げなどの問題、2つ目は一方で内部留保285兆円を溜め込んでいる大企業には1兆6000億円もの減税の大盤振る舞いを行う。そして3つ目はですね、軍事費なんです。3年連続増額約5兆円、過去最高額の
軍事予算になっております。辺野古のあの沖縄の知事選挙や総選挙の結果にも耳を傾けない新基地建設の予算は80倍です。こんな予算はやめさせて、私たち組会の動議を皆さんとご一緒に訴えてまいりたいと思います。そして皆さん、こうした戦争する国づくり、特に集団的自衛権の行使に基づく法制度、この審議が国会の後半の重要な5月の連休明けにも法案が出されると言われております。こうした戦争する国づくりと一体に進められてきたのが特定秘密保護法ではありませんか。この国会を埋め尽くす反対の声、そして昨年の総選挙の最中の12月10日にこれが実施されましたけれども、皆さん、こんな国民の知る権利を奪う、言論表現の自由を壊す、憲法の基本原理を奪うようなこんな秘密保護法、断固撤回、廃止させていこうではありませんか。安倍首相は国民には関係ありません。何か報道機関が弾圧されれば、私は総理を辞めますなんて安全神話を振りまいておりますが、今年の1月に新聞赤旗も情報公開請求いたしまして、出されてきた資料を見ますと、すでに有識者の皆さんが懸念を表明してるんですね。これは国民の権利を本当に犯しかねない、国民が監視をしなくてはならない制度だ、こういうふうにすでに皆さんから声が出されてきているものでございます。私も法務員になりまして、担当大臣、法務大臣でございますから、秘密保護法廃止、そして補聴法の問題もお話がありましたが、こうした一つ一つの人権と憲法に関わる問題、全力で追及してまいりたいと思います。この問題で党派を超えた皆さんと、この一点での共闘、秘密保護法廃止、憲法改悪ストップ、この立場を大いに広げて共に頑張り決意を申し上げてご挨拶をさせていただきます。共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。代表者としたんですけれど、一言ずつぜひお願いいたします。集会参加の皆さん、ご苦労様です。私、日本共産党の衆議院議員、藤野康美です。私は北陸信越ブロックというブロックから選出させていただいたんですが、この7の新潟、石川、富山、福井でもこの秘密保護法絶対に許せないという声が大きく広がっておりますし、集会も各地で行われております。今畑野さんからお話ありましたが、まさに全国各地とこの東京をしっかり連帯して、そして政党の違い超えてこの問題取り組んでいきたいと思っております。共に頑張りましょう。集会参加に参加の皆さん、こんにちは。寒い中本当にお疲れ様でございます。日本共産党の東海ブロックから選出されております衆議院議員本村信子と申します。どうぞよろしくお願いを申し上げます。私は父が長崎で被爆をした被爆2世として、安倍政権の戦争する国づくりは絶対に許さない、この戦いは人生をかけた戦いとして、皆さんと力を合わせて全力で頑張り抜くことをお誓いを申し上げます。ご一緒に頑張り抜きましょう。ありがとうございました。力強いアピールありがとうございました。どうもありがとうございました。と続きまして、民主党の衆議院議員の篠さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。民主党岩手1区の衆議院議員平武史と申します。先の総選挙、直前に、特定秘密保護法を、施行を停止しようということで民主党では国会に法律を提出しました。しかしその直後解散ということで、皆さんご案内の通り12月の10日、まさに
総選挙の選挙期間中にこの法律が施行されてしまったわけです。まさに国会のチェックがないままに国民の知る権利がどんどん制約してされてきている。今海外でも表現の自由をどうやって守るか、多くの方がテロに向かって戦い、そして表現の自由を守るためにまさに命を懸けて戦っています。表現の自由を守っていくためには、その前提として必要な情報が知らされなくてはならない。知る権利が保たれてこその表現の自由であります。そういう意味でこの知る権利を守るための特定秘密保護法、これを廃止するための戦いというのも非常に重要である。私たちは民主党として引き続きこの特定秘密保護法廃案に追い込むために頑張っていきたいと思いますので、どうか皆様今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。頑張りましょう。ありがとうございました。では皆さん、ちょっとここで、コールいきたいと思います。ぜひ国会に向けて声を上げていきましょう。よろしくお願いします。それではコールを行っていきます。安倍政権の暴走を止めよう。安倍政権の暴走を止めよう。知る権利奪う秘密法を廃止。知る権利奪う秘密法を廃止。市民の生活監視をするな。市民の生活監視をするな。表現の自由侵害するな。表現の自由侵害するな。情報独占隠蔽反対。情報独占隠蔽反対。戦争準備の秘密法反対。戦争準備の秘密法反対。民主主義破壊の秘密法反対。民主主義破壊の秘密法反対。取材報道自由を守れ。取材報道自由を守れ。情報は市民のものだ。情報は市民のものだ。警察国家絶対反対。警察国家絶対反対。会見絶対反対。9条壊すな。9条
監視をするな。市民の生活監視をするな。知る権利奪う秘密法を廃止。知る権利奪う秘密法を廃止。表現の自由侵害するな。表現の自由侵害するな。取材報道自由を守れ。取材報道自由を守れ。情報独占隠蔽反対。情報独占隠蔽反対。表現の自由侵害するな。表現の自由侵害するな。共謀罪新設絶対反対。共謀罪新設絶対反対。では続きまして今市民団体から発言いただきたいと思います。秘密保護法が成立しても本当に全国には対象を求める市民団体が諦めることなく活動しています。今日は藤沢の方から秘密保護法廃止を目指す藤沢の会の方がたくさんいらっしゃってくださっています。代表してよろしくお願いいたします。では盗聴法が出てきます。皆さんこんにちは。中央に来てこうやって皆さんと一緒に顔を合わせていると情報が流れてきて、まさに地域でも戦う根源が養われてきます。とても私たちはこういう形で中央の集会とそれから地域の集会、12月10日もですね、私たちはここに8人ぐらい12人ですか来て、そして地域の藤沢市でも十何名が市民に訴える、そういう活動をやってまいりました。で今日も6人の人が今日駆けてきてまいりました。もちろん昨日の青い海を表現した7000年集会にも参加し、その前のレッドカード、これにも10名ぐらいの人が参加して皆さんと一緒に行動を共にしました。今日は秘密保護法、この問題でぜひぜひ皆さんと一緒に地域を高めてまいりたい。私たち藤沢ではですね、この12月10日でこれが施行されてしまった後、どのような形で地域でも戦いを進めていくかということを、いわば仕切り直しでやります。その時に、考えたことがあります。やはりこれは今日は集団的自衛権の行使が具体的な問題として出てくるという、今までの憲法9条を守れというだけの問題じゃない。ここは仕切り直しの時期だ。そして運動を発展させなくてはならない、こう思いました。そこでですね、藤沢の中でどういう問題があるのかということで、皆さんご存知かと思いますが、集団的自衛権行使の先兵として行くのはなんと総会艇なんですね。この総会艇が藤沢には年に1回ライトアップ事業というね、そういう、ライトアップするお祭りみたいなところに総会艇がやってくるんです。この総会艇、つまり集団的自衛権の行使の先兵として出ていきそうなこの総会艇を何としても藤沢の中で止めるということと、この秘密保護法、これらをリンクさせながら地域で運動を広げてまいりたいと思っております。どうぞ皆さんも地域の新たな問題を、そして新たな仕切り直しで運動を幅広く進めていくことを私たちと一緒に誓っていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。続きまして秘密保護法違反でいいんでしょうか、千葉の会よろしくお願いいたします。集会ご参加皆さんご苦労様です。千葉から参りました、秘密保護法を廃止させる千葉の会の執事といいます。千葉の会でも県内各地に地域の会を作ろうということで、今一生懸命広げようと努力しているところです。公開こういった公開行動に来ることもそうですが、地域からの運動を起こすことの一つとして自治体への要請決議をたくさん挙げて、自治体の皆さん方が声を上げていただくようなことを
ぜひ進めていただきたいということを今広く訴えているところです。皆さんのところでも取り組んでおいでだと思います。ぜひ経験も交流させていただきながら全国から声を上げて開始まで奮闘したいと思います。共に頑張りましょう。失礼しました。どうもありがとうございました。では続きましてマスコミ球場の会の中木そばさん、よろしくお願いいたします。どうも皆さんご苦労様でございます。私はマスコミ出身です。今安倍内閣が第2次安倍内閣が発足した時からマスコミの取り込みを始めています。今イラク、あのイスラム国、2人の人質が拘束されていたのは去年です。政府は知っていました。我々は知らされていません。明らかになったのがこの1月の20日です。もともとこのイスラム国、このイスラム国の発生はあのイラク戦争からスタートしたというふうに言われています。あのイラク戦争は何だったのか。イラクに大量破壊兵器があるというふうに騙された。アメリカのブッシュ政権に追随したのが小泉内閣です。今また新たなアメリカ追随の安倍政権の政策がまさに暴走を始めています。止めないわけにはいかない。マスコミがちゃんと報道をしないのならば我々がやるしかない。頑張りましょう。ありがとうございました。では続きまして国民救援会から一言いただきたいと思います。鈴木さんいらっしゃいますか。はい、ご参加の皆さんご苦労様です。私ども国民救援会は1928年にできました。まさに侵略戦争の渦中、戦争反対といって弾圧された治安維持法の犠牲者を救援する、そういう活動を戦前やってきました。戦後も人権と民主主義を守るために皆さんと一緒に頑張ろうということで取り組んできました。戦前もまさに戦争を進める渦中で何が起きたか、それは軍機や応報などで戦争に関わる情報を国民に知らせない、また政府に物を言う、戦争反対という人たちを抑圧する、そういうことによって戦争を遂行してきました。今の情勢と重なり合う、そういうふうに私は思います。安倍首相はさっきの総選挙で3分の2を取って国民に信任されたと言ってやりたいことをどんどんやろうとしています。しかしそうではありません。選挙後の世論調査を見れば集団で自衛権に反対する人が多い、原発再稼働にも反対する人が多い、秘密保護にも反対する人が多い、つまり重要な国民に関わる課題では反対の人が多いんです。それで安倍首相は何をしようとしているか、国民の皆さんの言う通りだということではなくて、逆に国民の言うことを聞かない、国民が運動に立ち上がることを抑えるために情報を隠す、そしてさらにはこの国会で盗聴法の大改悪を進めようとしています。つまり国民を監視して自分の惑星に声を上げる人たちを抑え込もうとし、このような政策が進んでいます。私たちは秘密保護法の廃止、そして合わせてこれから予定されている盗聴法の大改悪、また市民運動を監視する共謀罪の創設反対、こういった人たちとともに人権と民主を守るために戦っていきたいと思います。宣伝になりますが、先ほどチラシを配らせていただきました。明日午後6時半から文教区民センターで私ども参加します盗聴法、廃止ネットワークの皆さんと、盗聴法に反対する集会を行います。また私たちが全道連中報道団の皆さんとともに
同じく東京モノズに反対する集会を2月19日に行います。結構の皆さんのご参加をお願いするとともに、廃止の日まで力を合わせて頑張っていきたいと思います。頑張りましょう。続きまして、阪急記念都連絡会の平井さんです。皆さんもうこの秋には一人一人の番号が保管されるか、共通番号制度がやってくることについて白井さんから聞いていただきたいと思います。こんにちは。ちょうど今デモが、全農連さんのデモが届いてますね。映画を送りながら私の、発言を聞いてください。秘密保護関係で最初に2つ簡単に、今日、当然のことから通常国会開会ですね。で、この開会日になるまで、秘密法に関する国会衆参それぞれ8名ずつを選ぶ監視の組織が発足してないんですね。で、12月10日施行日はまさに解散総選挙中で衆議院議員がいなかったと。で、こういう事実をきちっとやっぱり私たちは確認する必要があると。要するに監視をするはず、もともと私たちは期待していませんが、その国会議員が今日までもう施行から1ヶ月半経っているのにいないという事実、これが一つ。それから2つ目、イスラム国の問題の中身には踏み込みませんが、私はですね、確実にこの間のイスラム国に関する日本政府が海外諸国とのいろいろなやり取りをした通信記録、文書、これ全て特定秘密に否定されるんじゃないかというふうに思ってるんですよ。で、もし例えば後藤さんの関係者、例えばフリーランスのジャーナリストの方が何としてでも日本政府のこの間の一連のやり取りを把握をしたいというふうになったらどうなりますか。間違いなく逮捕されるでしょう。具体的には私はこういう問題だというふうに思っているんですよ。で、これが秘密法の2点目で、番号法の問題だといよいよ日本政府がアメリカを先頭とした欧米諸国の方に明確に加担をするということがイスラム国いいか悪いか置いといて、客観的にはそういう事実になったとしたら、日本の中でのテロの脅威も当然高まるだろうということです。で、私が今感じているのは、共通番号制は皆さん住民登録をしている日本人と外国人には今年の10月に否応なく番号がつきます。それから新たな監視の道具になりかねないカードが出ます。で、このカードは強制じゃないですから皆さん絶対申請しないでもらいたいんですが、問題なのは2020年の東京オリンピックで、これに向けてテロの脅威が高まると当然のことながら日本の監視、今公安警察の方50人ぐらいいるけど、どんなものじゃない、カードも使い監視カメラも使い、ありとあらゆるところで監視が強まるという、こういういたちごっこになっていくというのが具体的現実的な絵柄だというふうに私は思っているんです。ですから秘密保護法と共通番号マイナンバー法と全部が国民、市民、外国人の管理監視につながっていくというね、そういうことなの。これが具体的に日本が明確に戦争をできる国、明文会議も含めて舵を切った一つの具体的な姿じゃないかと。ですから私たちはきちんとこの問題について反対をし、歯止めをかけ、チェックをし、阻止をしていくという、そういうことをですね、もっといろんな市民の皆さんに広げていかなければいけないというふうに私は今日通常国会の開会日冒頭に改めて感じましたので、その発言をさせていただきました。一緒に戦いましょう。ありがとうございました。続きまして、原子力規制を監視する市民の会からよろしくお願いいたします。こんにちは。私は、2012年11年の事故の後に、新しい規制委員会が今までの保安員だとか安全委員会が福島の事故を防げなかったということで、新しい安全規制の機関ができたわけです。産業委員会というとても権威のあるそして力のある委員会なんですけれども、でもそのメンバーっていうのはちっともその原子力村から離れた方たちではなくって、とても心配で毎週のように傍聴したり
いろんな形で、原子力規制、ちゃんと安全規制ができるようになってほしいということで活動しているグループの一人です。で、皆さんもちろん 3.11 の時にスピーディーの情報が隠されたりとかそういうことはご存知だと思います。あの規制庁は一応今のところ特定秘密指定はしていません。でもじゃあ情報公開ができているかっていうと今でもそんなことは全然ありません。核セキュリティということでもう浪江町の馬場町長がよくおっしゃってますけどスピーディーが来なかったことだってその辺みんな核セキュリティということだったらば今でも例えば燃料の輸送っていうのは消防とかそういうところでも知りません。高速道路通ったり事故が起こるかもしれないような夜中にビュンビュン大きなトラックで運んでますがどうやって通っていくかってことは知らされていません。自治体には事故が起きた時にはすごく被害が心配されますけどそれを事前に私たちは防ぐことはできないんです。そういうふうにいっぱい隠されていますし昨日も一昨日も鹿児島の仙台原発の再稼働反対ということで集会が行われていますがもし仙台原発再稼働されてそしてあそこはいっぱい例えば火山だとか危険なことがいっぱいありますがそこで事故が起きた時にはやはり同じように情報が隠され住民が避難していくことをとても困難にしていくだろうということは十分予想されます。今審議されている高浜原発についてもいっぱい隠されてます。そして大規模損壊といって炉心溶融に当たるようなものについては核セキュリティからということで非公開になっています。私たちは傍聴もできません。そういう部分がいっぱいあります。本当に普通の市民の生活には関係ないって安倍さんは言ったけどそんなことはありません。いろんな形でやっぱり私たちの生活に関わってくるわけですので私たちも秘密保護法の廃止にはみんなで反対していきたいと思っています。はい、ありがとうございます。ビールの最後になります。審判ローレンからお願いいたします。皆さんどうもお疲れ様です。私は出版ローレンのですね特定秘密保護法廃止実行委員会事務局長の前田と申します。この秘密保護法廃止実行委員会の事務局にも参加しています。それでこの出版ローレンとしてですねどのような形でこの特定秘密保護法に取り組むかずっと戦ってきました。考えてきました。行動してきました。でその中で自分たちの表現の自由これをもう一度思い直そうということになりました。例えば皆さん拠点に行っていろいろな出版物雑誌もそうですけれども見て拳銃増刊嫌な思いをされてご覧になったと思います。それを出しているのが出版界です。私たちはそこで働いている労働者なんです。その労働者がどういう思いでこのことに取り組むかそれを真剣に考えなくてマスコミの出版社としての表現の自由の存在意義がどこにあるかこのことを私たちは今真剣にうちに問いかけています。そういう中でそんな私たちでもそのような表現の自由を間違い誤った形で使っているかもしれませんがそういう私たちでも特定秘密保護法が施行されたらどうなるかそれを今真剣に考えています。出版界にはフリーランスのジャーナリストが非常に多いんです。こういう方々は大手の出版社から依頼を受けて一番危険な最前線に入っていくんです。でも東日本大震災の時の、福島第一原発の放射能漏れこの時にやはり禁止されているところに入っていって取材をしていたのがフリーランスのジャーナリストの方々です。特定秘密保護法が施行されたらどうなるのかそのことをずっと考えてきました。そして施行されました。じゃあこれが実際に我々、出版界にどのような影響が出るのかそれを今真剣に考えています。捕まったらどうなるのかどのようなことで捕まるのかそのアプローチの仕方もそうなんですが
トリガースの人たちが捕まって裁判になったらどのようになっているか、低所得者が多いです。そういう人たちの裁判の費用をどうするのか、そのようなことも先ほどお話しいただいた会議さんたちと、どのようにしていくか、対策弁護団の人たちとどのように協議していくかを今進めているところです。そしてこの特定秘密保護法に関わっての私たちの表現の自由の問題ともう一つ一緒に出版界では教科書の問題を抱えています。学校の先生があるいは学者が研究者がいろいろな自分たちの研究したものを表して本に表してあるいは教科書、これは検定がありますけれども子どもたちにあるいは学生たちにそれを伝えていきます。その時に一つその学者や研究者たちのフィールドワークの中での特定秘密保護法への変わり方、これも非常に重要です。それを版元が出版社がどれだけ守れるかということも重要です。もう一つ教科書の中身に関わっては今の安倍政権のやり方の問題というのを私たちは問いかけていかなければなりません。1972年にドイツとポーランドの間でドイツ・ポーランド教科書対話というのが開始されました。それによって双方の国がポーランドから見るとドイツは侵略国です。ドイツから見るとポーランドはかつてポーランド国内に住んでいた人たちを戦後追放したという恨みがあります。その両者が歩み寄って教科書対話をしてそれぞれの教科書の問題点を改善してきました。日本と中国でそれができないわけがないんです。ところがそれをやろうとしないで逆に相手期待心を煽ってそして戦争に持っていこうとする、そのための特定秘密保護法、このようなことを今安倍政権がやろうとしている、これには断固反対していきたいと思います。さまざまな課題があると思いますけれどもこの秘密保護法廃止実行委員会に結集して、皆さんと共に戦っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。最後なんですけれど、忘れもしない2013年12月6日秘密保護法が本当に強行採決されたその日の傍聴されてた人が、逮捕され、交流を長い間交流されて今裁判です。2月の24日には判決されます。ご本人がいらっしゃっているので一言アピール。はい、皆さんこんにちは。私が2013年12月6日参議院本会議に臨時を投げ込んだ本人です。絶対に許すことができませんでした。あんな日本の国の形を根本から変える戦後70年を否定することは許されませんでした。で、2月24日に判決が出ます。求刑は懲役1年、それから投げた靴を押収するという意味不明の求刑をされています。靴なんかいりません。無罪が欲しいです。2月24日火曜日15時から東京地裁です。来られる方は、14時30分までにお越しください。それから今週末2月1日午後6時から、渋谷勤労福祉会館で私の一連の件の集会があります。ぜひ皆さんお越しください。よろしくお願いします。ありがとうございました。では最後に今後の報道のご案内と今日の午後 のご案内いたします。チラシにありますようにこれから国会議員周り行動を行います。1時からも衆議院会館の方が空いてますのでぜひ皆さんご一緒に国会議員周りに参加してください。衆議院第一議員会館の第一会議室です。よろしくお願いします。あとは2月の6日、 12.6 を知れない6度日行動を行います。国会が開会されているときは毎月6度日行動を行いますのでまた事前にお知らせをいたしますけれどぜひ忘れない行動として廃止を求める行動でご参加ください。で2月の6日はその後に、情報公開を人材学習会といたしまして、1時半から3時半まで衆議院第二委員会館で学習会を開きます。ぜひ皆さん今日はまた新たな戦いのステージの第一歩として廃止を今日の参考は200名ということです。本当に力強いこの私たちの力を合わせてみんなで廃止に向けてまた戦っていきたいと思います。新たなステージもまたご一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。でも最後に元気よくコールをして終わりたいと思いますのでコールも一緒にご参加ください。はい、それでは
大橋、新選挙のある秘密大橋、情報の国家独占隠蔽法反対、情報の国家独占隠蔽法反対、戦争準備の秘密法反対、戦争準備の秘密法反対、民主主義破壊の秘密法反対、民主主義破壊の秘密法反対、取材報道自由を守るぞ、情報は市民のものだ、情報表現の自由を守ろう、警察国家反対、警察による公務員調査反対、警察による民間人の調査反対、憲法9条を壊すな、解釈改憲反対、集団的自衛権の行使容認反対、日米ガイドライン改定反対、監視管理社会化反対、共謀罪新設反対、はい。